はい、どうも皆さんこんにちは、ラナオです。今回はあの JBL から発売のほぼ音漏れしないのに力強い低音を楽しめるオープンイヤー型イヤホン JBL サウンドギアセンスを紹介します。JBL といえば1946年設立の非常に歴史のあるオーディオメーカーで、ライブや映画館で使われるスピーカーとしても有名です。その JBL からついに耳を塞がないオープンイヤー型でながら聞きもできるイヤホンが発売されます。最大の特徴は音漏れが非常に少ないところです。JBL オープンサウンドテクノロジーという逆位相サウンドをぶつけることで音の拡散が軽減されて音漏れを最小限に抑えることができます。今まで多くのオープンイヤー型イヤホンを紹介してきましたが、個人的にはね、一番音漏れ少なく感じます。というのもね、 JBL オープンサウンドテクノロジーだけじゃなくて、音がね直接耳に届くようにこのように角度を調整できるようになっていたり、様々な工夫が施されています。音質もオープンイヤー型ってね、低音が抜けて軽い音になりがちなんですけど、サウンドギアセンスは JBL らしい力強い低音で聞き応えのある音質を楽しめます。なのでオープンイヤー型のデメリットと言ってもいい音漏れと低音の弱さを解消しているので、これはねかなり人気出るんじゃないかと思います。もちろんアプリで使いやすいようにカスタマイズできるし、2台同時に接続できるマルチポイントにも対応、このようなより安定した装着感にできる着脱式のネックバンドも付属するので運動時も安心して使用できます。では詳しくご紹介していく前に、これからもねイヤホンの紹介をしていくのでチャンネル登録をよろしくお願いします。パッケージはこのようなデザインになっています。開けるとこんな感じになっています。付属品はまず充電用の USB Type-C ケーブル、 JBL らしい鮮やかなオレンジにしっかりロゴが入っています。それから着脱式のネックバンドも付属。こちらの穴に本体を挿すことでより安定した装着感にできるので、この後詳しくご紹介します。充電ケースはこのようなデザインになっています。ちょっとロゴが大きすぎるというか、だいぶ存在感があります。個人的にはもう少し小さくても良かったですね。メタリックな質感に光沢感のあるデボス加工ロゴがアクセントになっています。僕の手のひらに乗せるとこんな感じで、オープンイヤー型の中では結構コンパクトなサイズ感ですし、薄いのでポケットに入れてもかさばる感じもないですね。コンパクトな財布をポケットに入れてるのに近い感覚です。ケースを開けるとこんな感じになっています。蓋を軽く押すだけで開けやすいですし、ケースからイヤホンが出ているのでしっかりつまんで取り出すことができます。イヤホン本体はこのようなブラック一色で統一された落ち着いたデザインに、光沢感のある JBL ロゴがアクセントになっています。では実際に装着してみるとこんな感じですね。イヤーフックはこのように柔軟に動いて耳に沿ってしっかりフィットするので痛みも出にくくなっています。さらにこのようにヒンジ部分を横方向に動かすことができますし、縦方向にも4段階で調整可能となっています。なので本当にこのちょうどいい場所にフィットさせることができて、頭を振ってもこれ全然問題ないですね。しっかりとした安定感があります。さらにこのような着脱式のネックバンドが付属します。このようにネックバンド側の穴には突起のようなものがありますし、イヤホン側はこのようにへこんでいるのでネックバンドに装着することでしっかり固定することができます。ネックバンドはこのように、柔軟に動きますし、こういうね挟む力が加わるので、こうやって耳に装着した時にねかなり安定感増しますね。正直ネックバンドつけなくてもね十分な安定感がありましたが、より激しいワークアウトをする方はつけると安心できると思います。防水機能も IP54 と防水だけじゃなく防塵にも対応しているので、ワークアウトでも活躍できますね。こういうオープンイヤー型のイヤホンって、スポーツに特化したものと日常使いに特化したものにねこう分かれるイメージがありますが、これならね両方に対応できるので、本当にこの様々なシーンで活躍できます。再生時間は最大6時間、バッテリー搭載のケースに入れて充電することで最大24時間再生できます。最近発売されたオープンイヤー型のイヤホンと比べると平均的な再生時間かなと思います。ただ15分の充電で約4時間使用できる急速充電にも対応していて、これはね他社のオープンイヤー型イヤホンと比べても優れているので、短時間の充電でも長く使用することができます。それからアプリでカスタマイズできるので紹介していきます。こんな感じの画面になっていて、まずイコライザーで好みの音質に設定できます。このようにプリセットを選ぶだけで簡単に変更することができますし、プラスを押すとこのようにね自分でパラメータを操作して好みの音質に設定することができて、本当にね自分好みの音質にカスタマイズすることができます。それからスマートオーディオモードというのがあって、オーディオモードだと音質優先、ビデオモードにすると遅延を少なくすることができるので映像を楽しむ時にオンにしてみてください。それからタッチ操作の内容も一応カスタマイズはできるんですけど、音量の操作か
再生の操作なししか選べないようになっています。例えば左側だと1タップで音量上げ、2タップで音量下げ。で、右側は1タップが再生一時停止。2タップで曲送り、3タップで曲戻しになっています。あとこれ両方とも長押しで iPhone の場合は Siri を起動することができます。なのでそんなにね、細かくカスタマイズできるわけじゃないです。例えば普段からこの音量操作はね、タップ操作で行いませんっていう場合は、もう音量の操作なくしてね、両方とも再生の操作に、これすることもね、できてしまいます。まあノイキャンのイヤホンと比べてもね、オープンイヤー型は操作する内容も少ないので、そこまでカスタマイズできなくても使いにくい感じはないですね。それにノイキャンのイヤホンと比べてもタッチする範囲も広いですし、タップした時にこのポッっていう風に音が鳴るので、何回タップしたかも分かって操作しやすくなっています。それからイヤホン本体を見つけるという機能も搭載されてます。再生ボタンタップすると、まあこのように、結構大きな音でね、ビープ音が鳴って、イヤホン本体探しやすくすることもできます。それから2台同時に接続できるマルチポイントにも対応しています。オープンイヤー型って、まだね、このマルチポイントに対応してるのって結構少ないので、大きなポイントですよね。パソコンで、まあ、仕事のオンラインミーティングに参加するときも、密閉しないので、長時間使用しても疲れにくいですし、そのままね、スマホで音楽を楽しむこともできます。オープンイヤー型の方がね、実はこのマルチポイントの需要って高いんじゃないかなと思うので、様々なシーンで活躍できると思います。それからオープンイヤー。ながら聞きイヤホンで特に気になるのはどれくらい音漏れするかですよね。サウンドギアセンスは JBL オープンサウンドテクノロジーという逆位相サウンドをぶつけることで音の拡散が軽減されて音漏れを最小限に抑えることができるようになっています。試しにね、音楽を再生させて確認していきましょう。はい、今音楽再生させてます。どうでしょうか。音量はですね、だいたい 35% くらいで、まあ、僕は普段聞く音量がこれくらいになります。どうですかね。今 EDM を聞いてます。ピンマイクがね、ここにあるので、まあ、ちょっと音が入りやすいとは思いますが、それでもね、多分ほとんど聞こえないと思います。もう少し音量上げていきましょうか。これが 50% くらいですね。どうでしょう。50% くらいだと結構聞き応えのある音量ですが、そんなに漏れてないんじゃないかと思います。どうでしょう。で、これが 80% くらいです。80% だとさすがに音漏れてるのがわかるんじゃないですかね。で、これが 100% です。かなり聞き応えのある音量で音漏れは結構してるんじゃないかと思います。どうですかね。JBL オープンサウンドテクノロジーによって、まあ、逆位相サウンドをぶつけて漏れた音の一部を中和する、まあ、いわゆるノイズキャンセリングっぽいことをやっているわけで、まあ、かなり音漏れ少ないのが分かっていただけたかと思います。それにこうやってね、イヤーフックも4段階で調整することができるので、耳の穴に近いところまで持ってくることができるんですよね。音がダイレクトに耳の穴に届くので、まあ、そんなに音量を上げなくても満足いく量感を得られるんですよね。まあ、それにさらにね、この JBL の音ってもともとこのパワフルで芯のある音なので、そんなに音量を上げなくても聞き応えのある音質を楽しめます。なので JBL オープンサウンドテクノロジーだけじゃなくて、まあ、角度調整できるイヤーフックと音質も相まって、音漏れはね、かなり少なくなるように工夫されています。それから通話音質を確認していきます。はい、こちらですね、 JBL サウンドギアセンスで録音した音声になります。音声の感じはどうでしょうか。オープンイヤー型って耳への負担も少ないので、まあ、仕事でオンラインミーティングや通話をする方にも重宝されますから、通話の音質は結構大事になってくると思います。音声の感じはどうでしょうか。では試しにね、この JBL のスピーカーから街の道路沿いの音を流してどれだけノイズを除去してくれるのか確認していきます。はい、これがですね、ピンマイクで録音した音声です。まあ、車の走行音が結構大きいですし、まあ、人の声なども聞こえて騒がしい場所ですね。はい。で、こちらが JBL サウンドギアで録音した音声になります。どうですかね？しっかりノイズ除去できてるでしょうか？まあ、こういうね、騒がしい場所を歩きながら通話するなんてこともあるかと思うので、参考にしてみてください。音声の感じはどうでしょうか？はい。今ね、録音した音声確認しましたが、ノイズ除去はすごいですね。結構大きな音出してたんですけども、ほぼ無音レベルでしっかりとノイズを軽減してくれます。声も結構クリアなので、
これだったらね、オンラインミーティングでも十分使えると思います。それから音質についてですが、オープンイヤー型でも JBL らしいパワフルで、まあ、しっかりとしたパンチのある低音になっています。まあ、ここがすごいところで、オープンイヤー型はこれ密閉しないので、低音が抜けてね、軽い音になりがちなんですけど、16.2mm と大きなダイナミックドライバーと低音強化アルゴリズムを含めたサウンド設計で、まあ、さすが JBL だなと思える低音になっています。ロックの迫力を本当にこの余すことなく楽しめるレベルの低音で、JBL らしいね、メリハリのある音を楽しめます。今まで多くのオープンイヤー型イヤホンレビューしてきましたが、低音の質感は一番いいと思います。重たくてね、パワフルな低音なんだけど、ボワッとすることもなく、カナル型っぽい低音というか、無理に低音を出そうとしていない自然な音なので、違和感なく楽しめますね。 EDM を聞いてももちろんね、このオープンイヤー型の中ではかなり質のいい低音で楽しみやすいんですけど、密閉するイヤホンと比べるとやはりね、もう少し重低音が出たらいいかなとは思ったので、ロックの低音ならもう余すことなく楽しめるという表現になるかなと思います。ボーカルはオープンイヤー型らしいゆったりとした距離感で、近すぎないので疲れにくいですね。でもキングヌーの曲を聴くと、まあ、低い声や高い声もしっかり聞き取れて、気持ちよいハモリを楽しめます。ゆったりとした距離感なので、まあ、ラジオとか、まあ、音声コンテンツを聞きながら作業するのにも向いてると思います。高音はシンバルのきらびやかさをしっかり感じられて、ハイハットのね、このチッ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 っていう音がね、結構際立って聞こえます。ハイハットってね、このすごくグルーブに影響を与えるので、メリハリのある低音にきらびやかなハイハットが加わって、非常にこのノリのいい一体感のある音を楽しめます。だからやっぱりこのロックとの相性は非常にいいんですよね。楽しく聴けます。ただこのハイハットよりもまあ上っていうのかな、バイオリンの伸びはそこまで良くなくて、クラシックなんかを聴くともう少しこの上の方まで鳴ってほしい感じはありますね。まとめると、オープンイヤー型でも JBL らしいパワフルな低音と、クリアなシンバルでノリのいい音を楽しめます。ボーカルもね、このゆったりとした感じがあって、聞き疲れしにくいので、長時間何か作業しながら聞くのに向いてますね。ジャンルとしてはやっぱりこのロックや EDM、ポップスを楽しく聞くのが好きな方におすすめしたいですね。コーデックはですね、 SBC AAC に対応していますし、次世代の Bluetooth オーディオ LE オーディオにも対応予定となっています。 iPhone でも Android のスマートフォンでも、まあ、今後ね、クラシックオーディオから LE オーディオというのに変わっていく、まさに変わり目の段階に入っているので、その変化にもね、すぐ対応できるようになっていて、誰でも気軽にね、使いやすいようになっています。それから微妙だなと思った部分ですが、特になし。もう全くないですね。オープンイヤー型のもう一番のデメリットと言ってもいい音漏れを解消しつつ、パワフルな音で聞き応えがあるのがすごいですよね。やっぱりどうしてもこのパワフルな音にすると音漏れしちゃうっていうイメージがあるので、この2つを両立できてるっていうのは本当すごいことだと思います。しかもそれでいて価格も他のメーカーと比べるとやっぱり少し安いんですよね。最近はマルチポイント対応とか、オープンイヤー型もスペックが上がってきてるので、それに合わせてね、価格も上昇しつつあって、3万円近いオープンイヤー方も出てますからね。サウンドギアセンスは2万円前半台なので、コスパの良さもね、すごく実感できると思います。はい、ということで、音漏れも少ないし、マルチポイントにも対応しているし、欲しい機能は全て搭載していると言っていいと思います。それに着脱式のネックバンドも付属するので、運動時に使うんだっていう方にもおすすめですよね。通話ボイスも思った以上に良かったので、仕事でも活躍できるし、運動でも活躍できるし、もちろん日常生活でも使えるオープンイヤー型で、かなり完成度高いの分かっていただけたかと思います。これはかなり人気出ると思いますよ。気になった方はね、下にリンク貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。それではこの動画良かったと思う方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ララボーでした。